地球型防護巡洋艦は、日本海軍の防護巡洋艦。同系艦3隻。明治40年度からの補充艦定費により、建造された二等巡洋艦。日本海軍最後の防護巡洋艦になる。基本計画番号 C18。設計は有田延造船艦による。トゲの計画をもとに拡大した艦型となり、防護巡洋艦ではあるが、 巨大発射間質原則に8 9ト、mm、ルの装甲板を装備した。また、日本海軍巡洋艦で初めてタービン機関を採用した。これにより、トゲより速力が3ノット増加し、26ノットを得た。3隻が建造され、ちくまは佐世保海軍交渉で、矢萩は三菱合志海社三菱造船所、平戸は川崎造船所とそれぞれ民間造船所で建造。 後者2隻は民間造船所で建造された初めての巡洋艦となった。3隻は第一次世界大戦に従軍、大正末期から主に海外警備に当たり、畜馬は1931年除籍。残る2隻は1940年に除籍され、太平洋戦争中は停泊練習艦として使用された。九百十七年にシドニー以降のドライドックに入居中の 平戸。細長い船体がよくわかる。船体は、トネより大型化されて、排水量が5 0 0トンほど増加したが、幅と喫水は、ほぼ同じ。長さは、トネより、だいたい88フィートほど長い。船体の L、B が9.8と、当時としては、非常に細長い船体となった。艦首は、トネと同じクリッパー型艦首を備えるが、トネほどシャープでない。艦尾は、 クルーザースタントした。また尖閣材に HT 鋼を使用した。マストと煙突は共に直立し、トネと異なった外観となった。初期に日本海軍巡洋艦で初めてタービン機関を採用した。ちくと平戸にはカーチス式衝動型直結タービン2機で二軸となった。このタービンは河内と同じタービンで直径を3人時、 小さい9インチに変更等をしたものだった。矢作のみはパーソン図式で異なり、反動型の高圧タービン1機と低圧タービン1機を並列配置で1組として2組4ジック推進と異なる構成とした。これにより、完備水栓下の形状型間と違う。この時期のタービン機関の発達は急速で、次の天竜型では、ギアードタービンが採用され、 日本の巡洋艦で直結タービンを採用したのは本型のみとなった。機関出力は22,500馬力、速力26ノットを計画した。大やけでは、地区まで26.83ノット、平戸で26.87ノット、矢作で27.14ノットといずれも計画を上回った。ボイラーは国産の移号艦本式艦で燃料は 石炭と重油を使用する大型混焼管12機と小型混焼管4機である。第1間室のみ、溶石の関係で小型ボイラー4機を搭載し、その他の間室は大型。本型の第2の特徴は、チク間において大型貫12機に初めて加熱器が付けられたことである。蒸気圧力は275平方ポンド。温度は、チクマで加熱度化し55度の加熱蒸気。 ヒラドは、飽和蒸気を使用した。これにより、地区までは、速力21.5ノット以上で乾水の節約ができ、最大8%ほどの節約となった。1912年5月25日、全力行使運転中の矢萩、矢は新造艦では、日本海軍初の4本煙突艦であった。煙突は、ボイラー4機の肺炎を1本にまとめ、日本海軍で、 初めての4本煙突艦となった。当時の外国巡洋艦もタービン機関を採用した艦は4本煙突であった。タービンの出力が増加したため、必要なボイラーの数が増して、ボイラー区画が長くなり、結果として煙突の数が増えたと思われる。手法は45口径41式 15cm 砲8門を搭載した。砲はシールド付きで、 最大行角18度、最大射程14,800メートル、監視乾板と、完備乾板の中心線上に1門ずつ、前後マスト両弦の上乾板にスポンソンを設けて1門ずつ、2番煙突付近の上乾板に、片上に1門ずつ装備した。これにより、監視尾の絵には3門、原則方向は5門の法事からを有した。中間法は廃止された。 副砲は四十口径八センチメートル砲、単装四機で四番煙突の原則部に装備した。機銃は、竣工時には、朝式六点五ミリメートル機砲二丁、後に三連式機銃二丁に変更された。竣工後の一九百十九年に、四十口径三連式八センチメートル。降格砲を三番、四番煙突の間に、単装砲がで、片弦一機ずつ、計二門を搭載した。 魚雷発射管は4 5トル、水上発射管を3機、後部マスト付近の中間板に、片元1機ずつ、また完備に1機を装備した。日露戦争当時の魚雷は、冷装魚雷のみだったが、建造時期には、熱装魚雷となる44式魚雷が、実用化され、本型では6本を搭載した。単焦灯は9 0トルを、環境の左上 魚雷発射艦室の原則は、船体原則の12.7メートル MHT 以降の上に3.5インチクルップ向を重ねた。その他司令塔の装甲は4インチクルップ向だった。1912年5月18日、竣工翌日の地区間、完備で軍艦機形容を行っている。第一次世界大戦には3隻とも参戦し、 ドイツ帝国領ドイツ領ニューギニア攻略作戦等に参加した。開戦時に、チクマ・ヤハギの2隻は第4戦隊所属であったが、ドイツ東洋艦隊による通商破壊を防ぐために1916年より第3特務艦隊としてオーストラリアシドニーに派遣されたが、わずか半年後に護衛任務を解かれ、第1特務艦隊となりインド洋の通商保護作戦に従事した。 ヒラドは南シナ海警備に当たり、1916年3月から12月にかけてシンガポール基地から南太平洋方面の作戦に従事した。第一次世界大戦後は1921年から、チクマが中国大陸へ進出し、警備に当たった。残る2隻も大正末から中国方面へ進出、1932年からヒラドが上海事変時に、 河北警備、1933年に満州事変時に熱火作戦の支援として旅順校で任務に就いた。矢作も昭和10年代まで同地で警備に従事した。畜馬は1931年に除籍され、1935年頃に実験艦として撃沈処分された。残る2隻は1940年に除籍、太平洋戦争中は練習艦として使用され。 戦後に解体された。ジャパニッツクルーザースプ788では、最大幅46フィート8インとしているが、同ッピ10の中央断面では、片面23フィート3インとしている。ありがとうございます。